印州市長号記は、江戸時代の漢文7年に表された印州の知種である。全四巻地図一様。印州市長号記とも表記する。沖島に関する知種としては、現存最古のもので、原本の所在は不明であるものの写本が点々と残されている。著者は不明であるが、当時の知種類の中でも内容的に優れており、沖島の歴史を語る上で欠かせないものとされている。 序文によると、日野と羊年に秋8月、命を放じて、飲酒に至る、旧合栄養を準検し、霊を道路に敷くなり、その日まびに、老のお育ちの伝えるところを聞き、水村さん、隠れ舎古寺のあるところを筆とあり、日野と羊年は漢文7年に相当するので、この年になったと見られている。著者名を書いているため不明であるが、昭和16年間の松江市で、 松江藩の藩士、斉藤勘介が、沖軍隊として徒党した織のものであるとしており、それ以来この人物が有力となっている。また、序文にある命を幕名、爆命と見た場合、沖野島町か物の井上家に伝わる、古文書に、当時代巡検士として、稲葉聖左衛門、市橋三四郎、徳永頼母の三名が徒党した記録が残されており、この中の誰か、 もしくは彼らに随行した納筆者であった可能性もある。いずれにせよその記述から相当な学識を有する者の,の手になったものであろうと推察される。沖の天筆沖の天筆条文に漢文7年に沖島を実地投査した折に土地の老人や古社寺から聞き書きしたとあるように地政の概要、人口、名称、旧跡神社仏閣の現状、古事、 儀礼などを気候文風に綴っている。また、個数、国高、物産などは記さないため、構成の造法因周期などとは異なり、いわゆる、序文、本文、末尾で構成され、巻一と末尾の消化山演技、文学論を漢文で、本文多を金混じり文で記載するが、本文中の著者の試験は漢文となっている。また、古写字の記載にあたっては、 神社の交渉を詳細に述べる一方、仏説には厳しい態度を見せるが、決して誇張したものではなく、むしろすべてにわたって謙虚な筆致となっている。牧野一助文と、国よき牧野二周吉軍牧野三落ち牧野四党、前、謝辞一覧、昇華山演技、文革論、名所赤、因州市長号機は、大っ国の知事であるが、この知事の国よきには、 現在領土問題となっている竹島と移領島の記述も見られる。飲酒市長号機の書かれる約50年前の1618年放棄米市の商人、大谷、村川良家が江戸幕府より竹島移領島都会免許を受けており、1698年まで毎年交代で移領島を開発していたため、この地市にも竹島と移領島に関する以下の記述がある。 井の方四十四里にして、松島あり。周り一里邸にして生木なき岩山という。また鳥の方七十四里にして、竹島あり。古えより世を、磯竹島という。畜牧藩もして、大島の良し、世より朝鮮を望めば、陰州より雲州を見るより近し。現在の韓国は、この地市の下記の記述を取り上げ、この州は陰州であり、日本の領土は沖までであり。 現在の竹島は日本領ではないとしている。しかし、印州市長号機の書かれた26年後の1693年には、移領島へ来ていた朝鮮の漁民安、流福を連行したことを発端に、日本と朝鮮の間で移領島の領有をめぐる外交交渉が始まっていることから、印州市長号機が書かれた1667年には、 幕府の移領島に対する領有認識があったと見られる。したがって、日本ではこの記述の二島は無人島なので、ただ人の住んでいる沖までを日本の範囲としているだけで、領土を意味しているわけではないと解釈している。また、朝鮮半島から見えるのは移領島だけであり、この文では雲州から見える陰州を対比させており、この対比では 経由地である小島の現在の竹島は考慮されていない。原文当時の日本では、移領島を竹島、現在の竹島を松島と呼んでいた。犬今真子二日和与松島また一日程、有竹島、続言磯竹島立地区魚会しか安心所々言いたけるか、この二頭無人の地味高来、上雲州も陳州全速日本の漢字も、 この州ため限り多鹿本役北西へ二日行くと松島がある。また一日程で竹島がある。俗に磯竹島といって竹、魚、足蚊が多い。新章安ズルに、いわゆるいたけるだろうか。この二島は無人の地で、高来から見えるのは、雲州から因州を望むようなものだ。すなわち、日本の北西の地は、この州をもって限りとする。 ありがとうございます。